中村智武は、東京都出身のバレエダンサー、振付師、バレエ教師。1931年、東京生まれ。1948年、17歳で、ジェーンバーローに支持する。1953年、ミア・スラバンスカ、フレデリック・フランクリンバレエ団の来日公演に、特別出演し、エムスラベンスカのパートナーを務める。またこの年、 アレクサンドラ・ダニロワに指示し、F ・フランクリンからは、女性のパートナーを手を使わずに、足だけでサポートしたり、片手だけで抱えるテクニックを学んだ。その後、松山バレエ団にてダンサーとして活躍しながら、ピーターと狼等の振り付けを手掛ける。またコレット・マルシャン・ミスコビッチバレエ団で、マイケル・ランド、シー・マルシャンとミラクルス・マンダリンを踊った。 1958年、ニューヨークシティバレエ団の A ・ミッチェルにジャズダンスを習い、A ・エグレフスキーにクラシックを学ぶ。また発足して間もない日本バレエ協会の運営委員となった。1961年から1983年まで NHK 教育テレビ番組お母さんと一緒の振り付けを担当し、ブーフーー、歌の絵本、トンチンコ坊主、トンデケブッチー。 ミュウミュウニャーニャーなどを手掛けた。1979年、中村智竹バレエ研究所を設立。2008年、骨髄異形成症候群により死去した。1954年、米国のダンスマガジンに日本のバレエが紹介された時、松山バレエ団の創始者、松山次号、足だけでサポートしている写真が1ページ前面に掲載された。日本用武士年表愛。 新国立劇場2013年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年5月11日へ閲覧日本バレエ協会の歩み一設立から1969年まで日本バレエ協会2008年6月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年5月11日へ閲覧 NHK 教育お母さんと一緒の歴史 ありがとうございます。